OK かな。はい、はい、今日は GTF ガレージに美少女のレボアチさんが、お手伝いに来てくれてます。よろしくお願いします。かわいいかわいい。ではまず、うちのチャンネルで初めてレボアチさんを見た人用に軽く自己紹介をお願いします。普段ベトナム戦争が好きでそういうサバゲーをしたり、あとパッチを作ったりステッカーを作ったりして物販やったりいろいろ手広く節操なくやってるものです大丈夫ですか。そしてバイクと車と、あ、そう、愛車紹介を、車は AE86、 バイクは CB400 スーパーフォアでレボと8でレボ8ですはい、こんな感じです。それで、まあ俺も前から名前は知ってたんだけど、この間 どこだサバカンのあれはハンドガンフェスというので、ブース出店で来てて初めて会いまして、そしたらうちの電動ガンをいじってるケンさんと元から知り合いだったということで紹介してもらって、でまあこういううちのこのいつもの鉄砲を持ってるモデルさんのお仕事を手伝ってもらうことになりました。でまあ今後うちのバネとか、まあ、カスタム品とか一緒に何だろう委託販売とかコラボ販売、ああれだね、コラボカスタムとか作りたい。あ、やってみたい。まあなんかぜひぜひ、うん、今後ちょっと一緒にやっていこうかなと思っているので。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こんな感じでいいかな。ありがとうございます。はい、丸井のエアコキソーコムの GTF カスタム、これを、今回あのレボ8さんと GTF のコラボ記念ということでリスナープレゼントにします。これどんな感じですか。このソーコム強化スプリングが入っていて 0.28 段で水平で40メートル飛ぶすごい子です。うん。金属塗装してあってめっちゃ質感もいいです。でここもスマートに、うん、そうそう ここね、あのノーマルこれだからでっかいトリガーガードをかっこよくちっちゃくしてあります。で元は10金なんだけど18金より飛ぶと。そしてレボ8さんは今後うちにこれ教わりに来てこういうの作れるようにカスタムお勉強頑張ります、うん、そしてまあGTF レボ8ということでコラボカスタムを今後作って販売していきましょう。よろしくお願いします。イベント物販しましょう。よろしくお願いします。じゃあこれ、欲しい方は、コメントください、抽選で1名様に当たります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、これはクラウンの U10 ボルトアクションライフル10金です。これレボ8さんがフィールドでいただいたということで、ちょうどノーマルを持っていたのでうち U10 のカスタム品が結構得意っちゃ得意、強化カスタムで VSR より飛ぶように簡単にできるのでこれを今度レボアシさんと一緒に作ろうと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあレボアシさん、U10 強化ライフルを作ってじゃんじゃん売りまくろう。おお、はい、よろしくお願いします。お願いします。Thank you.
ゃあレモハシさん今日はありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。よろしくお願いします。また今後もよろしくお願いします。気をつけて。バイバイ。40いける？私が狙うのが、あ、球が入ってなかった。どうですか？これください。レモハシさん、ありがとうございます。レモハシさん売れましたね。やったー！さすがレモハシさん。サイン入り。ていうかレモハシさん今日もおしゃれだね。セーラー服みたいじゃん。狐なんです。 GTF レボ8コラボ、ガバメントエアコキ強化カスタム、お買い上げありがとうございます。どうでしたこれ、なかなか。いや驚きました。 ありがとうございます。この電源相手にこれで勝負挑みます。電動相手でも結構いけますよ、楽しみです。まあ、怖いけどね。それが面白い。これあれ28仕様でしたよね。25って書いてますね。28だったんじゃないかな確か、さっき測ったら。じゃああれですね、今日の特典ということで、はい、レモハシさんにサイン書いてもらいましょう。はい、はい、お買い上げありがとうございました。ありがとうございます。今後もあのレモハシさんと一緒にいろいろ出していくのでよろしくお願いします。ありがとうございました。